もっとしっかり言って。俺頑張るよ。何が始まってんの。行くよ、せーの、カッパパパパカッパパパパ。ドリン、なかなかいい感じ。何よそれ。今度カッパ池でカッパさんコンテストがあるそうなんだ。え、カッパさんコンテスト。うん、誰が一番上手にカッパになれるか勝負するの。スモモちゃんが考えたんだ。スモモちゃん、またあの子変なこと考えて。まだまだだよパパ。スモモちゃんはすっごい秘策用意してるんだって。メイちゃんもすごいこと考えてるみたいだよ。だからパパも頑張らないと。リンのためだから俺頑張るぞ。カッパパパ。俺はハルト、カッパになりたい32歳。でもなかなかカッパになる道のりも厳しい。なかなかリンに認められるカッパになれないんだよな。さてどうしたものか。カッパパパ、いや、なんかおかしいな。もう少し語尾を上げた方がいいのか。あ、お前ハルトじゃねえか。お、ああ、マサヒロ、久しぶりじゃん。高校ぶりだな。ところで何してんだよ。あ、いや、カッパになる練習を。相変わらずアホなこと言ってんな、お前。高校時代と何も変わってねえよ。それほどでも。いや、別に褒めてねえんだけど。あやねもなんでこんなんと結婚しちゃったかな。俺と結婚してりゃ今頃銀行員の妻だったのにな。あの時俺の告白を断ったのはアホでしかねえぜ。そうか、マサヒロ銀行員になったのか。そうそう、すげえだろ。エリート街道まっしぐらってわけ。あやねにも伝えといてくれよ。あいよ。ハルトはなんだ、服装とか見ると完全にあれだろ、安月給の中小企業のサラリーマンとかだろ。まあそんなとこかな。ははしょっぽ。いや、こういうところで差が出るよな。てめえがあやねとイチャついてた時期、俺は死に物狂いで頑張ったから今があんだよな。悔しいだろ。な、悔しいだろ。え、別に悔しくは。強がってやんの。おっと、こんな雑魚相手にしてる暇はねえんだ。ああ、これ俺の名刺だ、あやねに渡しとけよ。おう、おう。じゃあまたな。おう、相変わらずだな、マサヒロは。でも元気そうで何よりだ。ただいま。パパ、おかえり。見て、カッパさんのマフラー。え、かわいいな。それどうしたんだ。おばあちゃんにもらったの。おばあちゃんって優しいよね。何言ってるの。たまたま家にあったから捨てるのがもったいなくて持ってきただけ。決して夜鍋してリンのために作ったわけじゃないんだからね。あんまり調子に乗らないでよ。母さん来てたのか。そっか、これリンのために作ってくれたわけじゃないのか。ごめんね、おばあちゃん、リン調子に乗って。あ、いや、リン、この動画見て。え、動画。このマフラー、きっとリンちゃんに似合うだろうな。眠いけどリンちゃんの喜ぶ顔が見たいし、今日も頑張るぞ。これあげたらリンちゃんおばあちゃん大好きって言ってくれるだろうな。よし、もう一踏ん張り。な、何この動画。お父さんから送られてきたんです。リン、おばあちゃんのこと大好きだよ。違うの、これは違うのよ。ハルト、どうにかしなさい。あ、もう離れなさいリン。素直になればいいのに。あ、そうだアヤネ。ん？今日さ、マサヒロに会ったんだ。マサヒロ？ほら、同じ高校の。あー、私に振られてその腹いせに嫌がらせしてきてハルトに投げ飛ばされたマサヒロね。え、そんなことあったっけ。覚えてないの。あー、うん。で、そのマサヒロからあやねに渡してって名刺渡されたんだよね。そんなのいらない、持って帰ってこないでよ。でも銀行員になったらしいよ。ほら、スカット銀行だって。はい、ビリビリぽい。あー、うん、スカット銀行。あ、火山どうかした。あー、いや、なんでもないわ。そうか、
ねえ、パパ、ママ。お、どうしたりん？りんね、今度のおばあちゃんの誕生日、お寿司屋さんでお祝いしたいの。ほら、おばあちゃん、お寿司好きでしょ？そんな、誕生日なんて祝ってもらわなくていいわよ。そうだな、りん。ナイスアイデア。じゃあ、お寿司屋さん予約しとくわね。せっかくだし、高い寿司食べようぜ。うん、りん、おばあちゃんと高いカッパさん食べる。高いカッパ巻きはないんじゃないかな。ちょっと勝手に話進めないでよ。結局最後は俺たちに押されて渋々寿司屋に行くことを OK した母さん。ねえパパママ、おばあちゃん本当は行きたくなかったのかな。りん、余計なことしちゃったのかな。うんうん、りん、おばあちゃんめちゃくちゃ喜んでるわよ。見て、おじいちゃんから送られてきたこの動画。動画？やったーイエスイエスイエス、りんちゃんと誕生日を過ごせるなんて、あはは、幸せ。しかも私がお寿司好きだって覚えててくれたなんて、あはもう感激。誕生日何着ていこうかな。りんちゃんに可愛いって言ってもらえるのがいいな。うわー、おばあちゃんすっごく喜んでる。うん、だから大丈夫。たく、母さんも父さんも。ねえママ、お耳貸して。ん？あ、それいいね。おばあちゃん喜ぶと思うよ。なになに、俺にも聞かせてよ、りん。うやだ、パパ口軽いから。そんなこと言うなよ、パパも知りたいよ。パパはカッパさんの練習してなさい。あ、そうだった、カッパパパ。それからしばらく経ち、今日は母さんの誕生日。うわー、おばあちゃんのお洋服かわいいね。着たくないけど着てあげたわよ。え、おばあちゃん着たくなかったの？どうしよう、あー、もうどうしよう、全然寝れないわ。明日が楽しみすぎるのよ。でも寝ないと、明日全力で楽しむために、りんちゃんに早く会いたいな。なあ、ちょっとお父さん、何撮ってるの？りんもね、おばあちゃんに会うのとーっても楽しみだったよ。私は違うわよ。ほら行こうよ、予約の時間になっちゃうからさ。おばあちゃん何にする？私はカッパ巻きにするわ。え、おばあちゃんもカッパさん好きなの？りんと一緒だね。母さん遠慮せずに好きなの食べていいんだぞ。安いので我慢しようとしてくれてんだろうな。ハルとお父さんが。え？あは、明日はカッパ巻きでりんちゃんとカッパイするんだ。絶対カッパイするって決めてるの。なるほど。ああ、カッパイしたかったんだね。違うわよ、もうお父さんやめて、なんでそんなのまで撮ってるのよ。じゃあ大将、カッパ巻き5人前お願いします。あいよ。数分後。あいよ、待ちど。じゃあみんな行くよ、おばあちゃんの誕生日をお祝いして。カッパーイ、カッパーイ、カッパイ。うんうんうん、おいしいね。りん、おばあちゃんの誕生日祝えて幸せだよ。よかったわね、母さん嬉しそうでよかった。あれ、あれれ、ん？どうしたの、マサヒロ？え？これはこれは、ハルトとアヤネじゃないか。マサヒロ？お、覚えてたか、アヤネ。名刺受け取ったか？破り捨てたわ。ああ、まあわかる。わかるよ、その気持ち。逃した魚はでかいって気づいてショックだったんだろう。ああ、もしかしてアヤネって、マサヒロの価値を分からず高校時代に振ったっていう頭の足りない女？そうそう、そいつだよ。ありがとうね。おかげさまで、こうして私がスカット銀行に勤めるエリート銀行員と結婚できたんだもの。ああ、この人が。つうか、この高級寿司屋に来てカッパ巻きしか食ってないのか。ん？これからいろいろ頼むつもりだよ。嘘つけ、金ないのに無理してこんなとこ来たから、カッパ巻きぐらいしか頼めねえんだろ。ダッサ。
違うんだけどな。いいから向こうに行ってよ。つーか、お前らが早く帰りなよ。こんなところに貧乏人がいると、うまい寿司もまずくなんだよな。ほら、その安いカッパ巻き食ってさっさと帰れよ。そうそう。あのね、カッパイさんは美味しいよ。お兄さんたちにもあげるね。はい、カッパさんどうぞ。こんなのいらねえよ。はあ、カッパさんが落ちちゃった。おい、リンに何するんだ。は？お前のガキが貧乏くさいカッパ巻きなんかよこしてきたからだろ。謝れ。なんでエリートの俺様が謝らなきゃいけねえんだよ。いいわよ、謝らなくて。母さん。だよな、このばあさんの方が分かってんじゃねえか。謝ったって許さないから。あ？何言ってんだ。まあ、いいから帰れよ。分かったわ。それと、別の銀行に50億円移すわ。は？50億円？何を言ってんだ。ああ、分かった。もうボケてんだな、あんた。ボケてるかどうかは、明日になれば分かるんじゃない？さあ、リン、みんな、ここを出ましょう。予約してもらったのに悪いけど、違うお寿司屋さんで食べましょうよ。おう、帰れ帰れ。ああ、気持ちいい。学生時代の仇にマウント取れるなんて。これも全部、マサヒロが頑張ったからよ。その後、結局他の寿司屋は空いてなかったので、近くのレストランで、軽く食事を済ませて帰った俺たち。母さん、冷静に見えて、めちゃくちゃ怒ってたな。あんな怒った母さん、初めてだ。でも、50億円って、何のことだろう。そして翌日。ハルト、行くわよ。さっさと起きて着替えなさい。母さん、どこに行くの？スカット銀行に決まってるでしょ？いらっしゃいませ。本日はどのようなご用件でしょうか？預けてる50億円、全部違う銀行に移したいの。早くしてくれない？うわ、本当に来たのかよ。マサヒロさん、お知り合いですか？あは、このばあさんボケてんだよ。まともに取り合わない方がいいぞ。はあ、鈴森様じゃないですか。あ、支店長、お知り合いで。当たり前だろ、うちに多額のお金を預けてくれているお客様だぞ。え、この度はどのようなご用件で？さっきそこの子にも言ったけど、預けてる50億円全部違う銀行に移したいの。え、全部ですか？え、本当に50億円あんの？ちょっと待ってください。どうしてですか、そんな急に。お、携帯。父さん、いつの間に。父さんが見せたのは昨日の寿司屋での動画と、母さんをボケ呼ばわりした今の瞬間を収めた動画。これはひどい、あまりにもひどすぎる。でしょ、これが理由です。そこの銀行員の態度がひどすぎるので、移させていただきます。大変申し訳ありませんでした。謝って済む問題じゃないの。はい、それは重々承知です。この行員は私が責任を持って対処いたしますので、どうか移動はご容赦いただけないでしょうか。ああ、それならいいわよ。支店長、何を言ってるんですか。俺を切り捨てるんですか。エリートの俺よりこんなばあさんを選ぶんですか。エリート、何を言っているんだ。君の行員としての態度は元から目に余るものだった。もう我慢の限界だ。お世話になってる鈴森様にあんな態度を取ったやつはここに置いておけない。そんな、待ってください、待ってくださいよ。じゃあ用件は済んだわ。帰りましょ、ハルト。お父さん。おう、本当に50億円も持ってたなんてすごすぎる。でもうちがそんなお金持ちだって聞いたことなかったんだけど。お、父さん、どうしたの。リンちゃんの将来を考えるとお金がないとダメよね。もしリンちゃんに何かあった時にポンとお金を出してあげられないと。海外の大学に行くかもだし、いつか大きな病気になって大金が必要になるかもだし。よし、投資を頑張るぞ。嘘、その理由で50億円稼いだの。リンのためなら何でもできちゃうんだな、母さん。それにしてもすごすぎる。その後、マサヒロとマサヒロの奥さんはというと、なんで俺がクビなんだよ。くそ、
全部ハルトたちのせいだ。復讐してやりましょうよ。あいつらの人生めちゃくちゃにしてやりましょう。いた、あやね。奥さんの方からやっちゃいましょう。うわあ、え、パパ、10万ブルじゃなくて山嵐。おりゃあ、え、マサヒロ、しっかりしっかりしてよ。ピクピクしてないでよ。二人とも殺人未遂で刑務所行きになったよ。今回は手加減しなかったから、マサヒロの体は大変なことになった。ま、そんなの知らないけどね。家族を傷つけようとする奴は絶対に許さない。その後、俺たちは日を改めて、またお寿司屋さんで母さんの誕生日パーティーをした。わざわざやり直さなくてよかったのに、あんたら暇なの？ああ、せっかくりんちゃんがお祝いしてくれようとしたのに。あいつのせいで台無しよ。りんちゃんともっと乾杯したかったな。お父さん！うん、おばあちゃん、いっぱい乾杯しよう。あ、おばあちゃん、りん、歌う歌うね。いくよ。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディーおばあちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。おばあちゃん、おめでとう。あれ、嬉しくないの？涙目になってる。母さん。そうだ、これ。はい、どうぞ。リンからのプレゼントだよ。リンもマフラー作ったの。リン、すごく頑張ったんですよ。これ、すごいんだよ。ほら、リンとおばあちゃん二人でつけれるんだよ。ね、これつけて、いっぱいお出かけしようね。あれ、おばあちゃん？大変！おばあちゃんが動かなくなっちゃった！母さん、大丈夫か？そんなことあるの？母さん、よかったな。リンにこんなに愛してもらえて。まあ、これも母さんがリンのことを愛してるからなんだけどさ。これからも、たっくさん、リンと会う機会を作ってあげよう。それが、最大の親孝行になるよね。その数日後、リンから聞いたわよ。え、何を？今度カッパさんコンテストがあるんでしょ。ああ、うん。優勝しないと許さないから、リンのためにも絶対優勝しなさい。さあ、特訓するわよ。まずは遠泳100キロ。100キロ、そんなの無理。気合を入れなさい。カッパになりきればいけるわ。無理だってば。それから大会に向けて地獄の猛特訓。本当にリンのことになると母さんはもう。そして大会当日。では第1回カッパさん大会を始める。スモモのカッパはこれ。我が名はカッパだよ。カッパの中のカッパじゃ。ひまり、ウイスキー飲まされたわね。私も負けない。犬塚、お願い。いや、お嬢、さすがに。やったら一緒にカフェでパフェ食べてあげる。やります。シリコ玉出せや。出さねえなら東京湾に沈めんぞ。犬塚、可愛い感じで攻めたい。うわ、キュウリ大好きだカッパーとか言えばいいんすよ。平時天命。それだ。それやろう。キュウリ大好きだカッパー。なかなか手強いわね。でも大丈夫、私が鍛えたんだから。いっけーパパー。カッパパパーな。え、本物？ダントツで優勝。やったー。そりゃ母さんがどっかからか特殊メイクのプロ連れてきて24時間いろいろ塗ったくられたりしたからね。もう限界。あれパパ、しっかりして。さすがにやりすぎたかしらね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。